どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。僕夏服をですね2着しか持ってないんですね。別にかっこつけるとか自慢とかじゃなくて、もうなんかむしろすいませんって感じなんですけど、2着しか持ってないんですよ。1着目がこれですね。今年の3月に、千葉の方のアウトレットで買ったこのラコステのシャツです。でこの下にこうユニクロで買ったエアリズムを着て、まあこの汗を吸ってもらいながら、ちょっと上を着てるって感じですね。でもう1着がこちらですね。ユニクロさんで買った、これもまた T シャツなんですけども、ここにミッキーがあしらっている結構可愛らしいやつなんですよ。はい。なんですけど、これも3月とか4月に買ってましたね。で、この2着をずっと交互に洗濯しながら着てったっていう感じです。なので、3、4、5、6に入ったので、まあ、3、4、5の3ヶ月間、約100日をこの2枚でほぼ着てたっていう感じですね。なので、ですね、もうボロボロクタクタって感じですよ。今から汚いものをお見せしますので、見たくない方はこうやって、ってやっててほしいんですけども、ですね、襟の部分が、こんな感じでですね、もう洗濯しても取れないような汗じみができてしまいました。このミッキーマウスも頭を抱えております。で一応この格好でその外に普通に歩きに行ったり、こう取引先に会ったりするんで、一応こう取引先に会う時はこういう格好はしていくんですけども、まあ、ただやっぱここら辺がヨレッとしてたりするとちょっとみっともないなっていうふうに最近思うようになってきました。はい。ちなみに今の僕のクローゼットスペースっていうのはこうなってます。ですね、まずこれシャツがあってもうヨレヨレですね。で、ここに、これも3月に千葉のアウトレットで買った、この羽織物のシャツです。これすごく生地がしっかりしていて、全然ヨレッとした感じはないです。ちなみにブランド名はこれです。はい。ちょっと何でもわからないんですけども。で、ここにワイシャツが2着ありまして、ジャケット1着。まあ、これが春服でした。はい、春服でした。でもちょっと夏になって暑くなってしまったので、今はこの1着と、そしてこのシャツを着回してるっていう感じです。ちなみにこちらには冬服のセーターとマフラーとっていう、あとこれスーツとコートをかけています。こっちには春服のちょっと厚手のズボンが3本あって、こっちにはもう去年の夏から履いている、まあ部屋着になってますね、これは。はい、半ズボン、ユニクロで買った半ズボンがあります。まあなので、ちょっと肌寒い時に着るような春服っていうのは、それなりに着回せるような量はあるんです。なんですけど、僕基本的に代謝が爆発してますので、今でももう汗がじわーんって出てるぐらい、すごい暑がりなんですね。なので、その4月の終わりぐらいから、もう春服って、っていうのを着てなかったと思います。もうあとずっとこれと先ほどのミッキーちゃんをこう着回すっていう感じでしたね。で、みすぼらしくなってきちゃったので、そろそろ夏服が欲しいなっていうふうに思ってました。なんですけど、その僕、まあ、起業してからは仕事にとにかくフォーカスをしたかったので、おしゃれについて考えることをやめてからもう3年以上が経っちゃってるので、センスの背の字も残念ながらもうないんです。前の動画で僕が紹介をさせてもらった友人のスーさん、アフィリエーターさんのスーさんがこんなこと言ってました。机の上ってだってもうこれだけですか？そうですね。なのにめっちゃ広いですよ。そうなんですよ。なんかすっきりしてるのがやっぱ集中できるかなと思って。いや確かに。はい。やっぱセンスがない人は無印で買えば間違いないです。ああ間違いないですね。はい、それは間違いない。そう、センスのない人はとりあえず無印で揃えとけっていう話でしたね。そう、なので僕も今回ですね、それに見習って。無印で揃えてみましたということですね。なので今回この中身をシェアしていきたいと思います。はい、ということで細かく紹介していきたいと思います。まずこれもう1回着てはいるんですけども、こちらですね、クールネック半袖 T シャツということで、オーガニックコットン 100% 使用で1490円ということになってます。着た感じというのは後でシェアしますので、とりあえず紹介だけしていきます。で、次にこっちなんですけども、このちょっとポケットがあしらっているギャオなやつで、これはですね、ポケット付き半袖 T シャツ L サイズということで、これもオーガニックコットン 100%
使用してますね。でこれが1990円です。後でまた着てみます。よいしょ。はい、でこちらがボタンダウン半袖シャツということで、こちらもオーガニックコットン 100% 使って299円となってます。表面がこんな感じでちょっと凹凸があるんですね。生地は結構厚めです。はい、しっかりザラザラしてます。はい、ということでこれ買いました。で、次がこの半袖シャツっていうシンプルな名前です。フレンチリネンですね。はい、で、サイズが L で価格が3990円という感じです。でこれは綿 100% って書いてあります。これ生地が薄くてすごい軽いので着心地も最高でした。これでこれがすごく肌触りが良かったので、これの同じやつですね、色違いでサイズが一つちっちゃい M のやつをまた3990円で買いました。はい、もうこれほんと素材がいいんですね。でこちらが半ズボンですね。よいしょよいしょと、はい、半ズボンを2本買いました。これもオーガニックコットン 100% 使用していて、値段が1990円という感じですね。これもこの赤と茶色を2つ買いました。はい、ということでいろいろ着てみたいと思います。まずはこれがデフォルトですね。こういった T シャツがあって、下がユニクロで買ったアンクルパンツです。これすごい気に入ってるんで、僕これはアンクルパンツのまた別の色違いを買おうと思うんですけども、まあこんな感じになってます。こんな感じになります。なんかオーバーサイズが今流行ってるみたいなので、こういったちょっとゆるっとしたやつにしてみました。はい、いかがでしょうか。次が何でしょう、太番手なんとか編みって書いてあるやつを着てみたいと思います。生地が厚手でしっかりしてる感じがします。はい、でまあこんな感じです。でこれもまあちょっとゆるっとした感じで、はい、やってみました。いかがでしょうか。はい、で次はシャツですね。はい、着てみます。で先ほどお見せした凹凸のあるシャツなんですけども、まあ生地自体はすごいしっかりしてますね。うん、でもやっぱこう、ああ涼しいです。こんな感じです。はい、うん、こんな感じですね。よし、はあ、あいいですね。めちゃくちゃ涼しいです、これは。でこれが先ほど言ったリネンシャツなんですけど、生地がすごい薄くて軽くてすごい涼しいです、これ。なのでこれはいいですね。もう真夏でもいけちゃいますね、これは。こうやって見たら結構向こう側透けてますもんね。なのでこのリネンシャツは暑がりの僕にはすごく最適だと思います。で白で、先ほどはネイビーだったんですけども、今はこう白を着てみるとこんな感じになります。どうですか、印象まだ違いますか。はい、肌触りもいいし着心地も最高ですね、無印は。で今はそのアンクルパンツに合わせていたんですけど、次は半ズボンですね。はい、こんな感じになります。あー、めちゃくちゃ涼しいですね。動きやすいし、これであと下サンダルあったら完璧ですね。上が黒かったらこういう印象になります。てかこのズボンがおしゃれなんですよ。はい、しかもすごい生地も軽いですし、あーこれめっちゃ涼しいですね。 T シャツと合わせるとこんな感じですね。はい、ゆるっとしてて、まあこれで取引先に行けるかって言われたらいけないですけど、でもただこう普段生活してたりとかちょっとお出かけするってなった時にはすごく動きやすくて、まあおしゃれも取り入れられてるかなっていうふうに思いますけど、いかがでしょうか。はい、でもこうやって着てみた感想なんですけど、とにかくいいですね。なんて言うんでしょう、素材がそもそもやっぱコットン、オーガニックコットン使っているので、すごく肌触りも気持ちいいですし、今まで無頓着だったその流行りというか、そういうものもちょっと取り入れてみたので印象もガラッと変わりましたという感じですね。なので友人のスーさんが言ってた、そのセンスのない人はとりあえず無印で統一しておけばいいっていうのは間違いないなっていう感じがしました。そう、ただ僕はこのユニクロのアンクルパンツのサイズが僕にとってはもうすごいぴったりなので、これはちょっとユニクロで色違いで揃えていきたいなっていうふうに思ってます。で、ちなみに総額なんですけども、上が5着、下が2着の合計10パターン着回せるっていうやつが合計で16,780円でしたという感じですね。ユニクロで買うのとあんまり変わらないのかなって
ていうの印象がありました。なんか僕の中でね、無印ってもっと高いイメージがあったんですね。前その無印でネイビーのセーター買った時なんかもう1万2000円したり、無印のコートが5万円ぐらいしたりっていうのも見てきたので、なので無印って高いなっていうイメージがあったんです。でもこうやってシャツが1280円だから1990円だったり、そのパンツも1990円ぐらいだったので、結構リーズナブルだなというふうに思いました。まあ、もちろんそのユニクロのセールで買おうと思ったら900円とかでゲットできると思うんですけども、まあ、でもやっぱ素材が良くてすごい着てて気持ちがいいです。すごく気持ちがいいです。ちょっとお高いかなっていう印象はあるんですけども、でも原宿でブランドものを買うよりかは全然この無印であの質のいいやつを買えたと思うので、僕はすごく満足しています。はい、ということで現在のクローゼットスペースを一新しました。こんな感じになりました。正直おしゃれに見えないのはなぜでしょうっていう感じなんですけども、はい、こんな感じで、夏服に入れ替えました。でこういった冬春用の厚手のズボンだったりシャツはクリーニングに出して、棚の中に保管しておこうと思います。はい、こんな感じで洋服のブラッシュアップが完了しましたね。これで夏服もバリエーション豊かに涼しく過ごせそうです。今回の動画が1ミリでも多く参考になってくれたらすごく嬉しいです。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。今まではそのおしゃれだったり気を使わなくてもとにかく仕事で成果を出せばいいじゃんっていうふうに思ってたんですけども、まあ、でもこうやってファッションをブラッシュアップするとやっぱ自分の気持ちも変わってきたりとか、やっぱいい服着てるな、気持ちいい服格好してるなっていうので、やっぱ自分の気持ちも上がってるわけなんで、なのでこれからもどんどん洋服のブラッシュアップはしていこうと思います。ただそのブラッシュアップするために買って捨てて買って捨ててってやるのはちょっともったいないと思うんで、今着ている服がまあボロボロになってもう悲鳴を上げてお役目ごめんで本当にありがとうっていう気持ちで手放して、で新しいものを入れていくっていうことを、まあ洋服でもやっていこうと思います。